オールナイトニッポン、オールナイトニッポンがやるのが決まってから、実は翌日にこちら撮っているそうなんです。翌日にこうオールナイトニッポンの収録をされているってことで、すごいなと、タイトなスケジュールでやってるんだなと思いました。もう急に決まって急に撮るみたいな形だったので、広島 VS 長野約 3,4 通しか集まんなかったということで、逆に1日でそれだけ集まって、まあでも本当にもう活躍されているお二人なので、本当はもっと集まるんじゃないかっていう風な感じもありましたし、ご本人たちもちょっと少なかったなとおっしゃっていたんですが、でもこうやって応募されても取り上げられて、むしろ1日の告知でやってるってすごいなと感じました。